意外とこれは考えてみないと分からなかったりします。この動画では研究とは何かって言ったのをざっくり紹介した後に、大学院の時に読んだ4つの教科書から必ず書かれた2つをここでお伝えしていきます。岩月です。研究や留学など英語で挑戦したい、また多くの方へメッセージを届けたいっていう方へのチャンネルなので、よかったらチャンネル登録されてください。早速研究に入っていきましょう。ここでは一体ウィキペディアでじゃあ見た時に研究とはどんなことが書いてるのかっていうのをさらっと紹介した後に、僕は6つの研究方法論に関する授業を、修士と博士の時に合計取ったんですけど、その時に4つの教科書を買ったんですね。その時にも必ず言われていた2つっていうのをお伝えしていきます。まずこのウィキペディアに関する内容っていうのを簡単に紹介すると、研究とはある特定の物事について人間の知識を集めて考察し、もう結構すでに難しいですよね。実験観察調査などを通して調べて、その物事についての事実を深く追求する一連の過程のことである。語彙としては研ぎ澄まし極めることの意、結構よくわからないですよね。なんかこう難しいのがよく分かったっていうのは分かると思うんですけど、ここではね、ご紹介っていうのはしないんですけど、興味がある方だったら、一回見てみるのはいいんじゃないかと思います。だから例えば、目的とか、研究種の整理とか分類過程、いろいろあります。ここではね、紹介しないですけど、もし興味がある方はね、見てください。じゃあ、早速、この2つ、必ず教科書に書いてある内容っていうのをお伝えしていきます。1つ目に必ずお伝えしたいのが、知っていることを調べることではないっていうことですね。なので、基本的には、やるまでっていうのはどんな結果が出るのかがわからないことになります。もちろん研究する前にいろんなことを調べるので、きっとこれをやったらこんな結果が出るんじゃないかなっていう予想っていうのはつけておく必要が、ある研究に関してはありますけど、基本的にはやるまでに研究の結果っていうのはわからないっていうのが前提です。なので絶対これをやったらこの結果が出るなっていうのがもう完全に分かってる場合っていうのは、この考え方から言うと研究ではないってことになります。でも多分この中で仮説を立てれるってことは知ってるんじゃないのっていうふうにね、おっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、それもね、間違いではないです。でも、例えば、わからないけど、多分これが出るんじゃないかなっていうふうに仮説が立てれる場合です。知ってる知識が少ない場合っていうのは、その研究っていうのは意味があります。その理由っていうのは、まだどの結果が出るかがまだわからないからっていうのが前提にあります。例えば病気とかに使う薬とかそうですよね。副作用とかがちゃんとないかとか、ちゃんと効果があるようにっていうふうに何回も何回もこう確かめられて、それでようやく使えるようになるので、そういう場合は何回も何回も数を繰り返す。っていうことは、きっとこれが出るけどもう一回やってみようっていう段階を経ていくってことになります。で、2つ目ですけれども、皆さんもね、いろんな研究を読んでくると分かるんですけれども、必ずこの2つ目があるのかっていうのは正直分かりません。でもこの2つ目がないとなかなか研究とは言いにくいっていうところなんですけれども、何かの問題を解決するっていうことになります。例えばどんな研究に関する質問があるのかっていうと、例えばよく、アメリカに僕は住んでるので、よく聞く質問として、どうやったら肥満を落とせるのかっていうのは結構大きな疑問ではあるんですね。その理由が、アメリカ人って肥満の人が結構多いんですけど、何パーセントだと思います？ 34% なんですよ。なので1,2,3って3人見た時には1人が肥満ってことになります。で、ちなみにですけど、日本は結構すごいんですよ。日本は 4% です。すごいですよね。はい。なので、例えばこう研究ってことを考えるときに、どうやったら肥満を落とせるのかっていうことで、食べる量を減らすのかっていう、だから食品系ですよね、に関する研究でいくのかとか、あとどれだけ運動をしたらいいのかっていう、どれだけカロリーを燃やしたらいいのかっていうところですよね。とか、両方組み合わせてもできますよね。で、そんな研究っていうのはやっぱりどうやったら肥満を下げるのかがわからないので、それがある。で、それっていうのは何かの問題を解決する、肥満を下げるってことになりますよね。で、他にも年配の方っていうのがどうやったら転ぶ確率を下げれるのかっていうのもすごいいい質問になります。その理由っていうのが、アメリカで言われているのが、大体65歳超えると高齢者っていうふうに言っていいと思うんですけど、ってなると年に1回 50% の人が転ぶっていうふうに言われてるんですね。で、そこまでかっていうふうに多分思う方とかもいらっしゃるんですけど、転び方によって例えば頭を打ったりして、例えばこう脳に影響がいったりとか、結構転ぶって大きな問題にこう移動していくことってあるんですね。なので、例えば転ぶ確率とかっていうのをこう抑えるための、例えばトレーニング方法とか、どうやって効率よく筋肉をつけていけばいいのかとか、姿勢とか、いろんな研究って考えられますよね。っていうのは問題を解決するためにすごい、いい研究っていうふうに言えることができます。で、他にも、これはね、大学の先生とか、本当にやる気がある大学院生とか見てると思うんで、どうやったら効率よく教えることができるか。で、僕の場合で言うと、どうやったら運動のスキルっていうのを効率よく獲得できるかっていう、いろんな教え方ですよね。フィードバックだったりとか、練習の組み立て方とか、どういうのができるのかっていうのは、
こう、まあ、何かの問題を解決する、まあ、例えばですけど1時間で何かを練習するのか30分で何かを練習するのかで、30分よりも1時間の方が、まあ、学習としては学ぶはずですよね。その方が量が多いんで。でももしかして同じ結果が出るかもしれないってなった時に、この30分でやった練習方法っていうのはどんな練習方法だったんでっていうのは興味がありますよね。そんな内容になります。こちらの動画で本当によく聞く研究のアイデアが見つからないとか、何していいかわからない、卒業できないっていう、なんでそうなるのかっていうのをこっちでお伝えしていきます。